はい、白坂です。今回はですね、ポイント投資のメリットとデメリットというテーマでやっていきたいと思います。まあ、ポイント投資って一体何なのかって言ったら、まあ、ポイントを、ね、現金のように使って、まあ、そのポイントで、まあ、例えば投資をする、まあ、具体的に言えば例えば投資信託を買うとか、まあ、そういったのがポイント投資というものですよね。まあ、仮に今回ね、一つの例として、まあ、例えば楽天っていうのを、まあ、出してみたときに、ね、まず例えば楽天で何か買い物をして、そしたら楽天ポイントが貯まると。そしたらまあ楽天ポイントが貯まれば、楽天市場の中でね、まあ現金の代わりにね、お買い物にまあポイントも使うことができるっていうことなんですけど、このポイントを使って結局投資をすることができる。具体的に言えば投資信託などが買えるということですよね。で、これが広がってきてますよということです。ね、まあ楽天だったら楽天証券の口座数っていうのが増えてますよというニュースですよね。で、これのメリットとデメリットっていうことなんですけど、まずメリットですよね。メリットはやっぱり投資というものが非常にまあ身近になって、ね、結局貯蓄から投資っていうのがまあ、ね、促される。景気っていうのは、ね、お金があるないではなくて、景気が、お金がどれぐらいこう、ね、ぐるぐる回ってるかっていうお金の循環ですよね。で、お金が止まってたら景気が悪い、お金がぐるぐる回ってたら景気がいいというふうになるわけですけれども、ね、結局日本というのは貯蓄がたくさんありますと、ね、家計で991兆円で、企業だったら250兆円という、まあ、そういう貯蓄っていうのがあったりするわけ で、貯蓄があったとしてもそれがお金が動いてないってなるとやっぱ景気は悪いわけですよね。不景気ということになります。で、ただ貯めるんじゃなくて、まあ、動かしましょう、使いましょう、ね、投資しましょうというのが、まあね、日本国政府の、まあ、大きな、ね、方向性だったりするので、まあ、貯蓄から投資って言った時に、ね、ポイントで、ね、投資信託が買えるということであれば投資が身近になるということですよね。で、これは若年層が、まあ、結局ポイント投資っていうのを、ね、中心にやっているということです。で、この若い人たちっていうのはですね、まあ、テレビコマーシャルが、ね、金融界ですよね、まあ、銀行とかの金融界でテレビコマーシャルが切り替わった後にたくさんね、そのコマーシャルだ、とかを見てる人たちなので、まあ、結構ね、貯蓄っていう意識が小さい。銀行っていうのは何をするためのものなのかって言った時にお金を貯めるものだっていう意識が弱いんですね。まあ、テレビ CM っていつ切り替わったかって言ったら2014年の4月1日、まあ、一斉に切り替わったんですよね。だから2014年の3月31日まではもう銀行っていうのは基本的にはお金を預けてくださいと。例えば年金の預け先はうちにお願いしますと。で、いかにこうお金を預けてもらうか、預けてもらうかっていうのは銀行はね、盛んにこう広告してたわけですよね。で、うちに預けてください、うちに預けてくださいっていうのがコマーシャルだったわけですよね。だから、そのコマーシャルっていうのをずっと見続けてた日本国民っていうのは、あ、銀行っていうのはお金を預けに行くところだ、預金するところだ、ね、貯めに行くところだっていうのが銀行に対してのイメージだったわけです。で、ところが銀行っていうのは2014年4月1日に一斉にコマーシャルを切り替えて、で、今度はね、借りましょう。そして増やしましょうっていう、コマーシャルに変わってるんですよね。なので若い人であればあるほどあんまりね、銀行にお金を預けてください、貯めてください、預金してくださいっていうコマーシャルをあんまりね、見てない、もしくは記憶に残ってなくて、どっちかって言ったらこっちの、ね、広告 CM の方の印象っていうのが強いので、だから銀行っていうのはお金を貯めに行くところっていうか、お金を借りに行くところとか、もしくは投資をするところっていうイメージが、まあ、若い人であればあるほど持ちやすいということですよね。まあ、なので、その人たちにとって、若年層にとって投資っていうのは結構身近であり、で、今回の、ね、ポイント投資なんかで、ね、例えば楽天証券の、ね、新しい口座開設をしたというような人たちっていうのも、ね、若年層を中心に広がっているということです。まあ、これはメリットですね。投資の身近ですよと、になりましたということです。じゃあ、デメリットは何かっていうことなんですけど、まあ、はっきり言ってですよ、ね、お金持ちには絶対なれないっていうことですよね、ポイント投資ではね。はい、時間の投資対効果が悪いと、まあ、つまりポイント投資なんかやってても絶対お金持ちにはなれないっていうことなんですよね。なぜなれないのかって言ったら、すごい簡単な算数をすれば分かることで、例えば楽天ポイントっていうのは100ポイント100円分ですよね。楽天ポイント100円、100ポイント分っていうのはいわゆる100円という形で、ね、楽天市場とか楽天証券とか楽天銀行では使うことができたりするわけですけど、ね、じゃあ100円で投資信託を買いますと。で、そしたら投資信託っていうのは簡単に言えば、まあ、プロに、ね、自分のお金をプロに運用してもらうっていうね、まあ、ある意味機関投資家の、ね、金融商品に対してお金を出すということですよね。私の100円を、ね、プロであるあなたが運用してくださいって言ってるのが投資信託っていうことになります。で、そしたらね、まあ、はっきり言ったらローリスクローリターンなんですよね。まあ、よくて 3% ぐらいということになります。100ポイント100円で、ね、投資信託買いましたと。で、1年運用してもらって 3% 増えましたと。で、いくら増えますかって3円ですよね。
片方だけしか増えないということになります。じゃあ10倍にしましょうと、ね、1000円、そして、1万円楽天ポイント1万ポイントって言ったら結構ですけれども、これをじゃあ例えば40年ですよした時に一体いくら、ね、お金を増やすことができるのかってことですよね。まあ、今回ちょっと複利じゃなくてね単利で計算します。実際の複利なんでもうちょっと増えますけれども、まあでもはっきり言ったらもうねそんなの誤差です。3円かける40円って言ったら40年したらこれ120円ってことはこれ1200円で、これは1万2000円ですよね。40年かけて、ね、1万2000円しか増えないということですよね。だつまり、ねこういうまず使う金額が小さすぎるし率が低すぎるわけですよ。だからこんなことやってたって全然お金持ちになれない。1円で1年間で3円増やしたとか30円増やしたとかって言っても、まあ、はっきりしょうがないですよね。それ増えてるのか増えてないのか分かんないぐらいしか増えてないということになるわけです。だからポイント投資とかっていうのをやってても絶対お金持ちにはなれないんですよね。結局投資するための元本が小さすぎるし、まあ、金利の率が低すぎるということですよね。元本が少ない、率が低い、だからお金持ちには絶対なれないわけなんです。でそういったのに、ね、時間とお金っていうのを、ね、使う意味があるのかっていうのが、まあ、簡単に言えばデメリットということになります。で本当だったらこれね、貯蓄から投資っていうのは本当は元本をたくさん持っている高齢者がやってほしいわけですよね。高齢者は元本を持っているわけですよ、ね、2000万円、3000万円、4000万円という元本を持っているわけです。でこういう、ね、本当にその家計の991兆円の、ね、6割ぐらいを持っている、ね、高齢者が2000万、3000万円、4000万という元本を使って投資をしてくれるっていうんだったらかなり意味がありますけれども、100ポイント100円で、ね、投資をしてもらったとしても飽きてもそんなのね全然こう日本経済の中からしたら、まあ、やってもやらなくてもどっちでもいいんじゃないのっていうぐらいの効果しかないということです。でそうした時にじゃあもし若い人たちは、ね、一体何をしたらいいのかって話なんですけども、若年層はポイント投資どころか実際こんな投資信託なんかねやる必要ないんですよね。まあ、まだね自分が20代30代って若いっていうことであれば、まあ、投資の優先順位が全然違うと。まず一番はとにかく自己投資、まずは自分の知識技能を高めましょう。それが一番投資対効果が高いんですよね。例えばじゃあ英語っていう知識とか英語が話せるっていう技能、その知識技能をね、一体何年生かすことができるかっていうことなんですよね。そしたら例えばじゃあ20歳で英語が使えるようになりました、90歳で英語が使えるようになりました、じゃあその英語の価値っていうのはね、そしたら当然20歳の時に身につけたものの方が価値が高いですよね。でなると若い時に身につけた知識技能であればあるほど投資対効果がいいということになるわけですよね。その高めた知識技能を使って実際に稼ぐと、自分でその投資信託でプロにねお金を運用してもらうっていうのではなく、自分の知識技能スキルを高めてその高まった自分で稼ぐという方が圧倒的に投資対効果が高いということですよね。少なくても1年で 3% なんていうことは絶対ないということです。で2番は事業投資、まあ若ければ若いほど自分でビジネスをやった方がいいということですよね。まあ自分でビジネスをやって、でまず自己投資で自分が常に学び続けて知識を高め続けて技能スキルを磨き続けて、その高めてる自分で実際に自分で事業をやるわけですよ。ビジネスにお金を投資するっていうことですよね。そしたら1年で 3% なんていうことはないわけです。特に中小企業であれば、ね、去年に比べて売上が、ね、1.5 倍になりましたとか2倍になりましたとかって全然あるわけですから、だったらそんなね、ポイントとかでお金をね、コツ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 ね3円とか30円ずつ貯めていくような、ね、のに時間を使うぐらいだったら持ってるお金を自分の知識技能を高めて、ね、そして事業を自分でやって、ね、自分の、ね、会社の売上とか収益っていうのを最大化を図るということです。まだお金が余ってますっていうんだったら初めてそれで、ね、経済投資と、いうことになりますよね。まあ、債券とか不動産とか株とか、まあ、今回は投資信託ということになりますけれども、投資信託とかは、まあ、銀行預金よりはいいかもしれませんけど、この 3% っていうリターンは本当にリスクに対して妥当かっていう話なんですよね。まだ預金は金利はつかないですけど、預金は金利はつかないですけど、ほぼほぼノーリスクなわけですよ。まあ、特に1000万円未満の預金であれば、ね、仮にその自分がお金を預けている銀行が倒産したとしても、1000万円まではペイオフということで、まあ、守られてますから、ね、まあ、だから1000万円未満の預金っていうのは、まあ、ほぼノーリスクなんですよね。まあ、ほぼノーリスクだから逆に、ね、金利もつかないということになるわけですけれども、それに対して投資信託っていうのは運用失敗っていうリスクはあるわけですよね。これはプロに預けてるわけです。
ですから、プロが運用して、プロが運用した結果、ね、運用が失敗して逆にこう減っちゃうっていう可能性もあるわけですよね。その減ってしまうっていうリスクに対して果たしてリターン 3% っていうのは妥当なのかっていうのを考えたときに、もしこれをやるっていうんだったら、ね、自分で一生懸命ね株式投資を勉強して、株式投資で、ね、年の 10% とか 15% っていうのを狙っていくっていう方がはるかにやる意味はある、やる価値、その自分の時間を投資する価値はあるということです。いずれにしてもポイント投資っていうのは、まあ本当にそのお買い物とか消費者感覚で、まあ、やらないよりはやった方が投資っていうのは身近には感じられるかもしれないけれども、まあ、こういうのに時間とか使ってる人はまずお金持ちにはなれないということですね。お金持ちであれば優先順位が高い順番にお金を投資していく、ね、余裕資金があるっていうんだったら若ければ若いほど、ね、10代後半20代であればあるほどもう全額自己投資に行くのが一番投資対効果高いし、まだお金余ってるっていうんだったら自分の事業にお金を使って、さらにさらにお金が余ってるってなったら初めて経済投資で債券不動産株っていうのに、ね、投資をしていくということですよね。まあ、いずれにしても多分お金元にお金持ちになる人であれば一生ポイント投資っていうのに、ね、時間を使うってことはまあないということは言えると思います。はい、もし今回の動画がですねあなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガをご登録ください。よろしくお願いいたします。最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。